皆さんこんにちは、マーチーゲーミングです。本日もご視聴ありがとうございます。今ですね、私はアドプトミーの中に入っております。そして私のロブロックスのグループの方で一つお話を聞いたんですけれども、私のふりをしてケルベロスというペットを借りてそのまま返していないという人がいたんだそうです。私自身はですね、アドプトミーというゲームは全く詳しくないので、今までね全然動画にしたことがなかったんですね。だからケルベロスって聞いてもちょっと私はピンとこなくてですね、それで詳しい方々にちょっと話を聞いたところ、ケルベロスっていうのは課金をしないと手に入らない高価でかつレアなペットであるというふうに聞いております。私は普段プレイをしないので、持ち物もですね本当にこれだけなんですよね。ペットはもらったこの2つのペットだけで、で他の持ち物ももう本当にほとんど何も持っていないので、たまにアドプトミーには入ることはあるんですけれども、そういう時に例えばなんかいろんな方がね、なんか交換しようよっていう風に言ってくださるんですが、私は自分が何も持っていないしあげられるものがないので、そういう交換はね結構断ってるんですよね。だから私自身が何かペットをくださいとか貸してくださいということは本当にありえない話なので、もしそういう人に出会ったとしても、そしてその人が私の格好をしていたとしても、絶対に信用しないようにお願いいたします。あと私のアカウント名は下に出ているこのマーチーマーチーマーチー3です。何かおかしいなと思ったら私のアカウント名かどうかを一度確認をしていただけるとありがたいです。あとアドプトミーというゲームは、その私が偽物であるかどうかとかそういう話以前に、詐欺が多い場所でもあるというふうに伺っております。交換の際はぜひ皆様に大事なペットがね亡くなってしまわないように気をつけていただきたいなと思います。ロブロックスをやっている先輩 YouTuber にね話を聞いたところ、そういった偽アカウントとか詐欺アカウントの情報っていうのは一気にロブロックス内に広まるんだそうです。そしてその情報がまた集まって結果的に自分のところに帰っていくんだそうです。だからおそらくゆくゆくはその私のふりをした人のアカウントっていうのも結果的に悪い方向にしか進まないと思います。ただその前にやっぱり騙された方がいらっしゃると私も本当に悲しいです。お互いに私も気をつけますし、皆様も気をつけながらアドプトミーをプレイしていただけたらなと思います。というわけで今日は注意喚起の動画でした。最後までご視聴ありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。では。